愛知インフラシステムの牟田口と申します。この度はこのような素晴らしい賞をいただきまして誠にありがとうございます。では第1第2ボスプラス橋大規模修繕プロジェクトの概要をご説明いたします。最初に本プロジェクトの背景についてご説明します。トルコのイスタンブールは洋の東西を結ぶ交通の要衝です。本工事の開始時点では車でのボスプラス海峡横断は2つの橋を渡るしかありませんでしたが、2つの橋で1日40万台強といわれる交通量によって大型貨物車両の通行を制限せざるを得ないまでに橋の老朽化が進んでいました。この2つの吊り橋の安全性がイスタンブール市民の生活の基盤とトルコ経済の支えとなっているため、今回の大規模修繕プロジェクトが実施されることになりました。対象橋梁はイスタンブール市内の2つの基幹道路においてボスポラス海峡を横断する第1および第2ボスポラス橋です。第1ボスポラス橋は1973年に英国の借款により建設された長さ1510メーターの吊り橋です。第2ボスポラス橋は1988年に円借款により IHI を含む日本の企業によって建設された長さ1560メーターの吊り橋です。本プロジェクトはトルコ共和国運輸省の道路庁から IHI マクヨル JV へ発注されました。マクヨル社はトルコのゼネコンです。本プロジェクトの資金は全額トルコ政府の資金が使われています。次に本プロジェクトの工事内容についてご説明いたします。第一ボスポラス橋では吊り橋全体にわたって老朽化した部材の取り替えや補修補強が行われました。特にハンガーロープが取り替えられ、主ケーブルには早期乾燥システムが導入されました。第2ボスポラス橋においても同様に主ケーブルには早期乾燥システムが導入されました。ハンガーロープ取り替えの説明をいたします。第1ボスポラス橋のハンガーロープは斜めに張られていましたが、橋桁の耐久性が低い構造となっていました。そこで世界初となる全ての斜めハンガーロープを延直ハンガーに取り替えて橋桁の耐久性を向上させました。これらの工事は交通開放した状態で実施しました。次に主ケーブルの早期乾燥システム導入についてご説明いたします。これは日本の明石海峡大橋に行って開発されたシステムです。橋の中に設置した除湿早期装置から早期管を通して主ケーブルへ乾燥空気を注入します。赤い除湿された乾燥空気が主ケーブルの中に注入されていきます。これにより主ケーブル内の湿度を常時 40% 以下として主ケーブルの腐食に対する予防保全を実施しました。最後に当社のトルコ人エンジニアを紹介します。1986年当時24歳だったトルコ人エンジニアメリッヒは、大学卒業後トルコの社会インフラ構築に貢献したいという夢を実現するために、当時 IHI が受注した第二ボスポラス橋の新設工事に志願し参画することになりました。メリッヒは第二ボスポラス橋の建設をきっかけに、今日まで IHI がトルコで建設した複数の橋梁建設プロジェクトに従事し、今回の大規模修繕プロジェクトでは副所長という立場でこのプロジェクトに貢献しました。メリヒは次のように語っています。私がトルコで建設した橋梁の修繕工事に再び従事できたことは喜ばしいことだ。 IHI をはじめとする日本企業は技術力でだけではなく完成後の品質においても信頼を得ています。品質を何よりも優先に考える日本企業の職人気質はトルコのインフラ市場に大きく影響を与え、質の高いインフラ建設に貢献していると。
35年以上にわたり日本とトルコの架け橋の役割を果たし、日本の気質を肌で理解しているトルコ人エンジニアメリヒは、今後も IHI のエンジニアとしてトルコのさらなる発展を支えていきます。以上で第1・第2ボスポラス橋の大規模修繕プロジェクトの説明を終わります。ありがとうございました。